永久決番野球界の永久決番、メジャーリーグベースボールの永久決断42番が、メジャーリーグ全球団の永久決番に制定された、ジャッキー・ロビンソン・メジャーリーグベースボールの永久決番は、メジャーリーグベースボールの競技者、関係者などに対して適用される永久決番について述べる。MLB のチームにとって、多くの背番号は受け継がれ、 使い回されるものであるが、多大な功績を残した人物の使用した背番号を、その人物の栄誉と栄光の歴史を末永く称えるために、チーム内で欠番として本人しか利用できないようにしたものが永久欠番である。背番号の始まりは、1916年のクリーブランド・インディアンスが選手をより識別しやすくし、 スコアカードの販売を増やすために制服に番号を付けたのが始まりとされる。初めて背番号を採用したのは1929年のニューヨークヤンキースだった。当初の背番号が付ける本人が決めるものではなく、打順ごとに番号を割り振っただけだった。そのため、ベイブルースは3番、ルー・ゲイリクは4番を付けていた。永久欠番の歴史は1939年7月。 ニューヨークヤンキースがルー・ゲリックが使用していた背番号4を決番としたことに始まる。この年ゲリックは富士の病とされていた筋粛性即策硬化症で6月に引退を余儀なくされたが長年の功績に敬意を表して彼が病気から復帰するまでチームとして彼の背番号を他の誰にも使わせないという意味で決番措置にした。 そのことに対してゲイリックは引退後もチームに居続けることができることに歓喜した。当初はあくまでもニューヨークヤンキースによるゲイリック個人に対しての見設けられた特例措置であったが、ナショナルリーグでニューヨークジャイアンツのカール・ハッベルの11が永久欠番に指定されたことで徐々に他のチームも取り入れるようになった。野球は他のスポーツとは違い。 監督やコーチもユニフォームを着用するため、監督やコーチも永久決番の対象になっており、それ以来150人以上の背番号が永久決番となっている。一部の人物は複数の球団で決番になったり、複数の人物がチーム内の同じ番号で検証されているケースもある。また、タイカップやクリスティマ・シューソンのような背番号がなかった時代の選手や 背番号を持たないオーナーなどの球団関係者やチームに長年貢献したスポーツキャスターも永久欠番の対象となり、その場合、欠番扱いとして扱われる。全球団で永久欠番となっているジャッキー・ロビンソンのセバ四号42,901年以降では初の黒人選手で、その後の黒人選手の MLB でのプレーの道を切り開いたジャッキー・ロビンソンの 42は1972年にロサンゼルスドジャースで永久欠番となっていたが MLB は1997年4月15日にロビンソンのデビュー50周年の記念して42番を全球団で永久欠番に制定した。ただし制定される以前から42を使っていた選手は特例として継続して使用することが認められた。日本のプロ野球で 外国人選手が背番号42をつけることが多いのはこのためである上記の42を除いて永久欠番の制定基準に規定はなく各球団に委ねられている。その他ブルージェイズはチーム創設以来永久欠番制度を設けずにレベルオブエクセレンスという形で背番号を欠番とせずに個人として検証していたが2011年 ロベルト・アロマーの12を永久決番としたことで打球団と足並みを揃えた。現在はワシントン・ナショナルズを除く全チームが MLB 指定の42を除いた番号で一つ以上の永久決番を指定している。現在までに12名が存在する。現在までに6つのケースがある。一度永久決番として制定されたが失効した番号がある。 ワシントン・ナショナルズは、前身のモントリオール・エクスポズで、永久決番に制定されていた3つの番号を2005年の本拠地のワシントンへの移転に伴い、引き続き、エクスポズの永久決断して検証する一方、ナショナルズでは改めて当該番号の使用を再開し、将来的に別途、ナショナルズの永久決番が制定される可能性も、示唆した。永久欠番にはなっていないものの経緯を表して、 永久欠番に準ずる形で、通常、名誉番号と呼ばれ、非公式ながら、欠番として検証している番号を、未だ現役の選手を含めて将来的に永久欠番となる可能性を有するものを含めて、欠番状態が継続している番号を記載する。ありがとうございます。